いい加減にしろよ。人として。人として、いい加減にしとけよ。死ねば死ねよとかよ。そんなこと言うんじゃねえよ。早く起きろ、ゆまる。早く言わないと。いい加減にしとけよ。人の命を何だと思ってんだよ。人の命を何だと思ってんだよ。命ってのはな、そんな軽いもんじゃねえからよ。いい加減にしとけ。何だと思ってんだよ、命ってもんを。命ってもん何だと思ってんだよ。マジで、あの、マジでいい加減にしとけよ。そんな軽いもんじゃねえし、命っていい加減にしとけ。マジで、あの、これ以上を やっちゃうと訴えるよ。いい加減にしとけ。やめとけ。これ以上やめろ。これ以上やめとけ。これ以上広げるな。これ以上この話題を絶対に広げるな。これ以上絶対広げるな。この話題を。この話題を絶対に広げるな。わかったわ。絶対に広げるな、これ以上。広げるな。これ以上絶対に広げんな。言っていいことと悪いことあんだろ。これで絶対広げんなよ。マジでいい加減にしとけ。マジでいい加減にしとけ。いい加減にしとけ。適当なこと言ってんじゃねえよ。じゃ皆さん、今日は本当にお疲れ様でした。 KP お疲れ様でした。お疲れ様です。 KPお疲れ様です。お疲れ様でした。今日は本当にお疲れ様でした。まあいろいろありましたけど、なんかまあいろんなね、女性とそんなことありましたけど、でも今日は本当にお疲れ様でしたっていうことには過言ではないから、お疲れ様でした。ね、お疲れ様でした。いやもう今日はもう本当にいろんなことがあって、でも楽しくって、なんだこれ、これ私のタバコじゃないけど、でもなんかあのこれ誰のこれ、私オアシスパールだけど、なんだこれ。まあいいか、吸っちゃおうかな。誰のこれ知らんけど、吸っちゃおうか。こういう時もあるし、
ってくれてたんですよ。確かに。ゆうさん、ありがとうございました。こちらこそ、すごい楽しかったです。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ね、姉さんのリスナーさん、ありがとうございました。セクシーゾンビファビュラス。今日いろいろありましたけど、こういう時もありますよね。いや、そういう印象操作やめてください。印象操作マイリスからももちろんあるに決まってんじゃん。あれ？ありますから。そのアイテム共用やめて、本当にやめて。アイテム共用って、私は別にアイテム共用したくないからさ、こういう時もあるってね。酔っ払ってね、ガンガンガンやっちゃう、そういう時もあるしね。やめてください。本当にでも私やっぱね、 病気なん、まゆちゃんってさ、やっぱ 病気なんだろうね。まゆちゃん病気、うん、いやもう病気だね。もう完全に病気、病気だね。もう完全に病気だよね。うん、もう病気だね。マジで楽しいんだもん、だって今、今楽しいんだもん。わかる？この状況が楽しいからね。病気なんだろうな、私って。もう病気、うん、もう普通に、普通に病気、うん、病気。なんかちょっとニコ生っぽいけど、コメント欄でも、もう楽しいからもう病気だね。病気、うん、楽しんじゃってる、うん、もう病気ですね、うん、病気です。もう病気です、私。病気、うん、病気だね。もういいや、もう病気、完全な病気。もう性病ではないけど病気、うん、もう精神病かな。もう病気、うん、もう病気でしかない。もう病気だね、ほんと病気。病気です。病気です。まあね、リスナーさんはもう心配ね、酔っ払いすぎだよ、やりすぎだよ、あるかもしんない。でも私も、でもこういう状況も好きなんだよ。でもこれもなんか受け止めてほしい。わかる？受け止めてほしい。だから病気なんじゃない？病気、うん、こんな前も受け止めてほしい。でも無理だよね。こんな私も受け止められないよね。酔っ払ってやっちゃった、やりすぎちゃった、飲みすぎちゃった、無理だよね。
こんなまゆちゃんも受け止めてほしい。無理だよね、病気。これが前でもあるけどね。そんな完璧な人間じゃないもん。うん、そんな完璧な人間じゃないけど、これもまゆちゃん。うん、別にこれもまゆちゃんだよ。これもまゆちゃん。しかもなんかちょっと漏れてるし、顔も。病気、若干ちょっと漏れてるよね顔。病気、病気なんだって。精神の何かを患ってるよ。絶対患ってるね。うん、患ってる。うん、病気です。完全的な病気です。うん、病気です。愛されたい、愛されたいな、愛されたい、全部を愛されたい。うん、全部愛されたい。愛されたいな。でも無理か。無理だね。まあ、それは無理か。完璧なまいちゃんしか見せないと無理だね。完璧なまいちゃん見せないと。無理だね。完璧な舞ちゃんだけを見せないと。そうだ、完璧な舞ちゃんしか見せないとダメだね。それはそうだね。でも、OK です。OK です。OK です。こんな状況も OK です。
OK です。